皆さん、こんばんは、社畜ですって言ったところで、本日も飛び盛りをやっていきたいと思います。皆さん、飛び盛りちゃんとやってますか？僕は真面目に最近ね、毎日やってます。っていうわけで、本日は、あつ盛りについての話題に触れていきたいと思うんですけど、皆さん、僕の過去動画を見ていただいたらわかるかと思うんですけど、最近、あつ盛りの話題に関する動画を、結構な頻度で出しているんですよ。で、まあ、いろいろ出しているところなんですけど、で、ここで一つ思ったことがございまして、まあ、自分じゃなくて、視聴者のみんなは、来年出るあつ森についてどう考えてるのかなっていったことを、少し聞きたいなと思って。っていうのも、視聴者からあんまりね、聞く機会ってないんですよね。なので、皆さんに、お願いがございます。だからまあ、あつ森に期待することであったりとか、既存の飛び盛りから、あ、こういったところを変えてほしいなとか、こういう機能があったら便利なのになとか、まあそういう希望でもいいので、来年出るあつ森についての話っていうか、コメントをしていただければ非常に嬉しいです。あとは、あつ森では、おそらくこういう機能が実装されるんじゃないかなとか、そういう予想的なものでも全然構わないので、何でもいいから皆さん気軽にコメントをよろしくお願いいたします。もし、あ、このコメントめっちゃいいやんっていうものがあったら、後日動画でもご紹介させていただく可能性もございますので、気軽にコメントよろしくお願いいたします。はい、まあそういった感じかな。まあそういった感じですね。あとはこの動画を見ている初見さん、もしおられましたら、この機会にぜひチャンネル登録をしていただければ非常に嬉しいのでよろしくお願いいたします。まあまあ最近はね、どう森の動画ばっか上げているので、どう森に興味ある方からしてみたら、まあまあ面白くなくはないと思うので、ぜひぜひ気軽にしていただければと思います。まあまあチャンネル登録ってお金かかるわけでもなくて無料なんでね、ポチッとしていただくだけよろしくお願いいたします。まあそういった雑談をしていたら、村もかなり進んできましたね。いや、本当に進んできたと思う。最近ね、マジで道盛りしかやってねえからな。早く完成させたいっていう気持ちもあるんですけど、ただやっぱり細かいところまでこだわってくると、村ってなかなかできねえよな。あとは、低木もっと植えたいんだけど、低木って1日2つまでしかデパートに売ってないから、まあ物理的に買えないんだよね。もうちょい低木をね、ここの上のエリアに植えたいんだけど、まあ日付進めるか。だけど最近ね、日付を進めすぎて、住民に俺のことを忘れ去られそうになってるから、それをね、どうにかしねえといけねえな。いやー、それにしても世間はあつ森ネタでめちゃくちゃ盛り上がってますね。あつ森が発表されてから、また飛び盛りをやり出したりとか、あとは、ポケモリの方に手をつけたりとか、ないしは、もっと昔の道盛りですね。具体的には、町盛りであったり、E プラスであったり、そこら辺に興味を持たれた方、結構おられるんじゃないでしょうか。っていうかさ、町盛りとか E プラスとか、やったことある人いますか？あ、なんか喋りたそうにしてる、守る。シャチホコ村のメンツについてか。みんなが注目するようなすげえ挨拶ないか。あー、なるほどね。仕方ねえ。お前にとっておきの挨拶を俺が考えてやるよ。どうしようかな。けど、世間の話題といえば、やっぱりあれですよね。みんなこれ期待してんじゃないの。あつ森でいいんじゃない？とりあえず、守にあつ森って口癖をつけさせましょうか。いやー、どうしようかな。けど、あつ森はつまんねえか。みんな何かないか。面白い案があれば採用したいんだけど、ただ残念ながら、もうすでに、この動画が出てるっていうことは、もう、口癖決まってるから遅いね。っていうわけで、あつ森にしとくか。けどなんか面白いものを考えようかなと思ったんだけど、あんまり思い浮かばなかったから、もうあつ森にしとくわ。これで合ってるかって。いやー、まあ、合ってるっちゃ合ってるんじゃない？あつ森、まさにこういうのを求めてた。ほんまかいな。絶対嘘でしょ。
これは絶対嘘。そもそもあつ森って叫ぶ前に守るよ。お前あつ森でリストラにならないように気をつけろよ。まあなんだかんだであつ森になった瞬間に消える住民も結構いると思いますからね。まあ厳密にはリストラに会うっていう言い方の方が正しいのかな。その代わりにまた新キャラが出るみたいな。まあまあまあ旧キャラと新キャラの入れ替えですね。やっぱりその住民の種類もどん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 増えてきちゃうとややこしくなってくるから、ああと思ったらなんかある。なんだこれ、落とし物。うわー拾いたくねー。これさ、一度拾ったらまた持ち主を探さないといけないパターンになるじゃん。ちょっとね、今村整備で忙しいから無視とこう。お、スナイル。いやあ社畜くん元気そうで何よりだ。言えてる。それでどうかしたのかい。いやーそれがよースナイル、聞いてくれ。なんとあつ森の発売日がな、当初今年中と言っていたにもかかわらず2020年の3月になっちまったんだ。いやーマジでさ、今年の夏に発売だーってめっちゃ喜んでたのに。あー2020年に後ろ倒しはね、なかなか厳しいっすね。いやてっきり今年の夏できるって思ってたからさ。そう、今年の夏何のゲームしようか迷ってんだよ。まあまあ、あってか待って、なんか始まったんだけど。なんだこれ。おいスナイル、どういうことだこれ。ちょ会話聞いてなかったわ。え何これ、かくれんぼか。えなんかかくれんぼ始まってんだけど大丈夫これ。おいちょっと待て、俺さかくれんぼやるとか言った？ごめん、もしかすると A 連打してたからなんか言ってたかもしれない。まあまあとりあえずいいわ、かくれんぼやっていくか。いやーマジでかくれんぼめっちゃ久々だな。確か飛び盛りをやりだした当初にかくれんぼを一度やったんですよね。ただそれっきりやってないから、いけるかな、10分以内か。まあまあ多分いけるとは思うんだけど。あってか待って、おいお前隠れる気あるのか。明らかに隠れる気なくないかこいつ。大丈夫、バレバレなんだけど。おい見っけたぞ、お前初心者だからって言って舐めてんじゃねえぞ。さすがにわかるわ今のは。なんかひょこひょこしてたけど全然隠れられてないからな今の。そういったところでバレバレなゴリラ1匹確保しました。さあ残り2匹ですね。2匹はどこにいるんでしょうか。右の方かな。けどね、多分僕の予想なんすけど、住民の家の裏とかに隠れてんじゃないかな。基本的には住民の家の裏とか、あとは木の陰とかですね、そこら辺に隠れてる場合が非常に多いんですよね。っていうかそこぐらいしかないもんな。けど下の方にいそうな雰囲気があるから。あー止まって、なんか今いなかった？なんか今いたよな。なんかひょこーって出てた記憶があるんだけど、気のせいか。多分気のせいじゃないと思うんだけど。いやーけど今確実に青いやつがひょこーとしてたよね。なあ守る、今さ確実に見えてたよな。ほらなんか左にいるし。お前バレバレだぞ、大丈夫？まあさすがにスナイルみたいに簡単には見つからなかったけど、普通に道歩いてたら見えたからな。あなんかひょっこりしてるみたいな。っていうわけで次ラストですね。早くねえか。めっちゃ早いんだけど。さあラスト一人なんですけど、この一人がねまた難しいんだよな。なんだかんだ言って村もなかなか広いから、隅々まで探すと一人だと厳しいよね。まあまあまあ2人はサクッといけたけど3人目が問題だと。さあどこら辺にいるかな。やっぱ左のエリアにいそうな気がする。っていうかさ、ラスト1人誰だっけ。待って誰だっけ。みんな教えてくれ。おい教えてくれ、誰だ。わかんねえ、ちょ最後まで見てなかったわ、 A 連打してたから。いやーこういう癖ダメですね。とりあえず A 連打しちゃうみたいな、人の話を聞かないみたいなね、そういう癖あるからな。とりあえず A 連打しとこうみたいな。で気づいたら会話が終わってて何言ってたかわからないみたいな。とりあえずラストを見つけたいんだが、住民がわかんねえ、誰だ。え誰だろう。あこいつじゃね、今ひょっこりしてたよね、マリリンだ。あーやっぱこいつか。お
これで全員捕まえることができましたね。あれ、意外に苦戦しなかったな。もっと時間ギリギリまで苦戦するかなと思ったんだけど。まあまあまあ、とりあえず行けましたね。あ、なんかもらった。君とはまた戦いたいな、本気のかくれんぼで。いや、嘘つけ。お前絶対本気じゃなかっただろう。っていうわけで、時間もいいところなんで、本日はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録をしてない方がもしもおられましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。